こそ私が窓側だ。あなたは通路でも眺めていればいい。じゃんけんぽん。かぐや譲れ。我らの勝利よ。宣言、指導の両隣の席はいただきます。何？いきなり現れて勝手なことを言わないで。いい度胸だ。ちょっと待って。え、まさかこれって。だから乙女か。誘ってくれてありがとうございます、いつかくん。Later。 あ、折り紙。その格好、まさか俺が喜びそうな服って。違うの、誤解しないで。この服手に取った覚えもないのに。で、俺実はロリコンなんだ。近所の小学校に出向いて女子小学生の体育風景を観察するのが日課でな。 I don't like where this is going。 俺のサンダルフォンは暴走寸前さ。まったく小学生は最高だぜ。ストップ。実は重度のマザコンで毎朝。ストップ。ママの写真にキスしてから投稿してるし。ノノ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 。家に帰ったらベビー服に着替えて。Please later, you don't understand。 赤ちゃん言葉で甘えてるんだ。You don't know what you're doing here。 もちろんおしゃぶりとガラガラを装備してな。目指すは天狗市全ての女性制覇さ。ってことはやり、全員根絶やしにすれば問題ない。何するの？ねえ何するの？ Stop it, get some help。 で、何やってんだ折り紙。見つかった。レイテル。で、なんで女子トイレなんだよ。ここなら邪魔は入らない。で、何してんだ、何してんだ。では何をするためにこんなところに連れ込んだ。連れ込んだのは折り紙さんですよね。俺はただ先月のことについて話をしなきゃと思っただけだ。シド、どうか。スーパーに行ったのではなかったのか。お腹でも痛くなったのか。あ、いや、その飛び市折り紙。貴様、なぜ指導と同じトイレから。二人だけの秘密。どういうことだ指導。いや、それは。いや、私といるのに疲れたのか。どうか、特別に当館が食べたいものを何でも買ってやるぞ。うん、そんなもので。すま、待たせたか。今来たところ。一応監視をしていたが、1時間前から待っていたようだね。折り紙。指導も触ってほしい。今日は何もつけていない。はっ、 お前だ。疲れた、身も心も。 5 minutes later。 指導。真実はいつも一つというけれど、先の未来は一つではない。あなたが選ぶのは。シド、おしっこ。ダーリン、ダーリン。あの、シドさん。シド、みんなご飯が食べたい。夏美、なんで。とてもかわいい。シド、やはりここか。ダメですよ、職員室で待っててくださいって言ったじゃないですか。何をしておるか。邪魔、後が疲れてます。シド、聞こえる？緊急事態よ。トウカたちが家からいなくなってるわ。ねえねえ、お嬢ちゃん、お名前は？いつか千代神です。いつもパパがお世話になってます。パパ？違う、誤解だ誤解。この子たちは、その親戚の子で。どうした？家が。家？家が何だって？なんだこの服。
シロ。俺？そう。なんで俺の名前を？覚えていないの？成績は常に学年首席、体育も完璧、おまけにあの美人だ。知らないとはな。でもなぜ飛び市はお前のことを知ってるんだ？飛び市、オリカミ。いつかシロ。ご苦労さん、オリガミ。無茶しすぎよ、あんたは。昨日、あなたは私を見た。おう、何をのんきなこと。あ、すまん、大丈夫か。平気。ちょうどいいわ、シド。彼女でも訓練しておきました。トビーチ、その服かわいいな。制服。実は俺、前からトビーチのことを知ってたんだ。私も。そうなんだ。で、2年で同じクラスになれて嬉しくてさ、授業中ずっとお前のことを見てるんだ。私も。俺それだけじゃなくて、放課後に飛び市の体操着の匂いを嗅いだりしてるんだ。私も。そっか、なんか気が合うな。交際のことかと思っていた。ふ、違うの？違わないけど。そう。やべえ、なんで違わないなんて言っちゃったんだ。まだ勘違いで通せたのに。なんだ制服好きなら。で、なんで五日くんが女と歩いてるの？殿町くん、二股かけられてんのかな？マジ引くわ。ジェラシー。 5 minutes later。わかったから好きなだけ食えよ。どうせタダなんだから。まさかここにデートの神髄があるのでは。いろんな意味で否定しづれ。でもダメだ、ここだけはダメだ。見せねえんだし。デート行こい。デート。折り紙、ちょっとあんた何やってるの？とっくに合流時間。ターゲットの行動確認。緊急着想デバイスを送って。ポイントは088107。シド、ヒルゲだ。なんだ貴様、邪魔だぞ。それはこっちのセリフ。三人で食えばいいだろう。なんだ、そんな目で見てもやらんぞ。食べてみてくれ。ああ、いただくよ。貴様、なぜここに。おのれ、まだやるつもりか。気をつけろ、シド。ごめんなさい。でも、浮気はダメ。こら、私も焼いてきた。真似をするな。焼いた時刻は私の方が早い。うん、どっちもうまいぞ。私の方がちょびっと早かった。私の方が 0.02 秒早かった。俺だ、いつかシド。うわ！あの、トビーチさん？何？胸が。トビーチ、お前。ダメ？ダメだと思う。交換条件、ここから毒代わりに私の要求を一つ無条件で飲んでほしい。なんだ、どこ行くんだよ。シャワー。なんでまたいきなり。 5 minutes later。 どうしたの？どうしたって。まだ回復しないの？相当強力な妨害がされているようです。でよ
ならもっと訓練をするべき。そんな代わりといってはなんですが、我々隊員一同日頃の隊長殿の苦労を鑑みて、外れにある天宮極楽温泉に隊長殿をご招待、ささやかな慰労会をしませんかと愚行をつかまつる次第であります。もしもし。ああ、俺だ。これこの前借りてた本返すのは明日以降でもいいか。構わない。でもなぜ。ああ、ちょっと予定が。シド、早く極楽温泉に行くぞ。おい、引っ張らせ。生半可な覚悟では温泉にはたどり着けない。もっと意識を高く持つべき。兄様とお知り合いなのですか。知り合い。恋人。え、時崎来美と申しますわ。購買でも見ておくか。はい。何なのだあいつは。これ以上悪い虫がつくのは勘弁。私指導さんにお願いがありますの。聞いてくださいまして。どうか折り紙。ひどい貧血持ちですのに手を貸してくださったのですわ。貧血。シド、実は私も貧血なのだ。そうなのか。うん、実はあまりお尻の肉付きが良くないのだ。貧血ってそういう意味じゃないぞ。明日ですの。ああ、もしよかったら町を案内しようかと思って。それってデートのお誘いですの。そうとも言うな。どうかな。もちろん光栄ですわ。俺がくるみを照れさせる。何を話していたの。もう一度尋ねる。時崎くるみと何を話していたの。いや、なんでもないぞ。答え。これは非常に重大な。悪い。トーカを待たせてるんだ。またな。ジェラシー。で、すまん、ちょっと遅れた。問題ない、私も今来たところ。Stop it. Get some help. 来たのはそれだけ。え、お見舞いはマナだけ。折り紙のお見舞いも兼ねて。そう、戻った方がいいぞ。じゃあ。折り紙、大丈夫か。一人で病室に戻れそうにない。おんぶ。は？おんぶ。ちょっと強く捕まりすぎじゃないか。そんなことはない。うわ、ゲットってくすぐったいんだが、ちょ、やめ。そう、俺はそろそろ。剥いて、食べさせて。さすがにそれはできるだろう。過度の運動は控えるように言われてる。ほら、折り紙。いや、ちょっと変音するのになんで俺が座るんだよ。折り紙、何してんだ。やはり折り紙の言う通りだ。いつお前らを殺してやろうかと思っていたのだ。なんだと。シド、いや、騙されんなよ。おのれ、卑怯なり飛び市折り紙、私をたばかったな。何のことかわからない。評価も重要。特に男子の意見は参考になる。参考になる。待たせたな、シド。シド、ドキドキするか。シド、なんという破壊力。恐れー。妙な破壊が男心をくすぐりまくる。シド、おっと、
めくって。はっ！リズム！発想の勝利だ！お手洗い。行かせねえよ。え？行かせねえって言ったんだよ。つまり、ここでしろと。はっ！いた！浴びるの。え？それとも、するの。え？変態だー！あんたが言うな！素敵だぜ、みんな。俺のために水着を選んでくれたんだな。それぞれのやり方で指導君をドキッとさせます。必ずや指導君を落としてみせます。折り紙の言うこともわかるが、度を超えた露出は逆効果だ。なるほど、では徐々に脱いでいけと。いいコンビですよね。前から何か通じてると思ってました。いや、次は折り紙か。指導、酒はダメだぜ。問題ない、ノンアルコール。どうかしたんか？いつかくん、どうしてそんなにかっこいいの？いつかくんってお前、あの時の折り紙か？そんなのどっちでもいいの？いつかくんのこと考えると、なんだかふわふわってなって。いつかくん、好き、大好き。もうどうしたらいいのかわかんないくらい好き。俺は今日から男だ。これで修学旅行の部屋を指導と同じにしても良いな。ダメですよ、待って。先生、八戸東華の言い分を認めてあげてほしい。貴様、指導に女子になってもらうほかない。いや、意味わかんねえよ。一緒に洗いっこしよう、指導み。それ俺の名前。私と一緒の部屋になれないではないか。あなたは男子として強く生きて。測ったな、飛び位置折り紙。また測ったな、飛び位置折り紙。こちらの席は景色が遠いではないか。貴様知っていたな。座席の希望を出さないあなたが悪い。シド、見て、雲が絨毯のよう。絨毯なら通路にも敷いてあるぞ。ほら、見るのだ、シド。少し寝かせてくれないか。で、ああ、目覚めたかい。先生、君のおかげで助かったよ。ありがとう。それより、シドが無理はいけない。すぐに戻ってくるさ。強くなりたい。指導を守れるくらいに。うわっ！お前ら何を！言ったでしょ？お礼代わりよ。謝罪、ご迷惑でしたか？エッチです。落ち着け。実は今のが霊力封印に必要なことで。指導、今の光は何をしているのだ！トウカ、いや、俺は何も。で、なあ、トウカ、イザヨイミクって知ってるか？いいです。ねえ、あなた、私の歌を聴きたくないですか？おい、貴様、指導に寄りすぎだぞ。あなたこそ離れるべき。なイザヨイミクは女の子が大好きなユリッコの可能性があるわ。だったら俺じゃどうしようもないじゃねえか。大丈夫、怖くありませんよ。5 minutes later。 シド君、どうしても外せない用事があるみたいで、私が代わりに皆さんと、目線をこっちに。いい、しおり、とてもいい。一枚脱いで。困ります。大丈夫、全部さらけ出して。いやー！で、しおりちゃん可愛い顔して喧嘩早いんだから。すまん、つい熱くなっちゃって。こら、指導ではない女が迷惑しているではないか。実行委員のザタムはこちらで何とかするから、指導は早急にステージに立つ方法を見つけなさい。わかった。負けるわけにはいかない。助かります。で、トウカたちもやるのか？ところで、楽器は何ができるの？ギターなら少々、あとはボーカルだな。折り紙？うわ、何すっご、飛び地さん、そんな上手かったの？マジ引く。決まりだな、しおりの勝利のために。
るという異常事態です。これはご覧の通りです。ここは都市部から離れているからなんとか無事ですが。一体何があったの？公表はされていませんが。指導のことは何も？はい、残念ながら。私は指導。指導さん、見てくださいまし。ほら、すごいサイズですわよ。私の顔が入ってしまいそうですわ。何やってんだよお前。ませんの、良いではありませんの。大丈夫か、くるみ？ええ、問題ありませんわ。指導さんが助けてくださいましたし。くるみ、何を？ダメです、ダメです。折り紙さん、話して。指導が戦場にいるなら助けなければならない。不可能です。折り紙さんの ID は凍結されてるんですよ。 CR ユニットはおどか、ワイヤリングスーツの使用も許可されてません。なら通常装備で構わない。小銃くらいなら基地から持ち出せる。正気ですか？私は私でなくなってしまう。だから話して。行くなら私が舌を噛んで死ぬと言ってもですか？あなたはそんなことはしない。私が悲しむのを知っているから。悩ましいです、その人が。折り紙さんにそこまで言ってもらえて。で、ここ。折り紙？なれ、こんなところまで。どうして健康診断に来なかったの？はい？おい貴様、無視するな。健康は何より大事。指導は私の健康診断を受ける義務がある。いつにも増して話が見えないのですが。指導の健康の邪魔。私も鍋を作った。お前まで？ありがとう。今蒸しで煮込んでやる。今度一度感想と反応を聞かせて。俺は何も。折り紙、まさかお前も俺に何かされたっていうのか？何も。そっか。おもむろにスカートをめくって、そして濃厚なディープキスを交わし、服を引き裂き、乙女の純潔を奪い、一生消えない指導の痕跡を。あれていないぞ。貴様は別のところを探せ。偽物なんだ。前が偽物だ。体の重心が 0.2 度左へ傾いている。古い場所にあるか、電源が入っていないため。出てないんだよ。いてくれよ折り紙。うまく入れてよかった。俺は折り紙を追って。折り紙、おい折り紙、お前。水、喉は渇いていない。ストップ。わかった、もらう、もらうから普通に飲ませてくれ。折り紙。何その顔、その顔。変なの。苦しい。指導さん、もういいと思いますよ。夏美。何よ、文句あるっての？私が来たんじゃ不満？いや、夏美。うるせえ、こんちくしょー。頭の中で嫌な気分になることを思い浮かべると、ちょっとだけ力が戻ることに気づいたのよね。この昼休み、
友達もいないからトイレの個室で一人お弁当を食べてたら、うっかり鍵をかけるのを忘れてて、扉を開けた同じクラスの子と鉢合わせちゃうシーンを想像したわ。それにしてもよくここが分かりましたわね。街に紛れている分身体を見つけるのは今の私にはそう難しいことではない。あら、ずいぶんと手荒いですわね。加減はしている。一体何のご用でして？お茶のお誘いというわけでもありませんでしょう。あなたの力を貸してほしい。私にあなたのためにユットベートを使え。ユットベートを使って何をするおつもりですの？私は5年前の8月3日に送ってほしい。5年前ですの？ザスキエル、ユットベート。私がお父さんと殺してやる。この救いのない破滅を、希望のついえた惨劇を。そんなことができるのか？歴史には修正力っていうのがあるって聞いたことが。それを提唱した方は時を超えて実証されましたの？本当に折り紙を救えるんだな。それは指導さん次第ですわ。わかった、行こう。くるみ、何を言って。お前の悲しみも怒りも全部俺が受け止めてやる。迷ったら俺を使え。どうしようもない事態に直面したら俺を頼れ。全部俺にぶつけてくれていいから。だから絶望だけはしないでくれ。ザ・フキエル、ユットベート。では行きますわ。今度こそお前を。健闘を祈りますわ。やっぱり一度話を聞いてみないと。あのこれ話って何ですか？俺は折り紙の両親を助けることに成功したってことだよな。ごめんなさい、いきなり。ながら両親は4年前に交通事故で亡くなってしまいました。また会えないか？それって、そのちょっと考える時間をもらってもいいですか？もちろん。じゃあ失礼します。あらあら、置いてはいけませんわよ、指導さん。くるみ、吸水性抜群だから本当の